待ってます、はい、まずは勝利のご報告を一言お願いします。やったぞやったぞありがとうございます。藤岡投手、今日はですね、どんな気持ちで投げられてましたか？昨日ね、ああいうナルさんが、はい、まあ、ジョーンズに打たれてしまっていたので、本当にジョーンズだけにはこういいチャンスで回さないようにっていうことを考えながら、はい、まあ、できるだけ7回、8回と投げれるように思って上がりました。その結果ね、素晴らしいピッチングで7回、1失点ということで、いい試合を作ってくれましたが、今のお客様からちょっと質問があったんですけど、はい、今日割と頻繁にボールって変えられていました、はい、それっていうのはいつもそういうわけではないですよね？まあ、そうですね、まあ、はい、ボールが変形していたりしたらやっぱ気になるので、結構こまめに、まあ、そこは変えて。あ、そうなんですね、はい、さあ今日もですね、たくさんのマリンズファンの声援しっかり届いてましたか？そうですね、本当に土曜日なのでお客さんがいっぱい入ってくれますし、はい、それが本当にいい力になっているとは思います。先ほど中のヒーローインタビューで、はい、ママスプラッシュに囲まれましたね、はい、どうでしたか、近くでこうママスプラッシュの、はい、フーっていうこの声を。そうですね、すごい力があるので、はい、まあ、圧倒されましたけど、はい、まあ、ああいう形で応援してくれる人がいるので、まあ、今日頑張れたのかなと思います。そうですね、はい、本当に今日はたくさんの方に応援していただきました。では次回の登板に向けてファンの皆さんにメッセージをください。5月に入り2連勝をしたので、まあいい形で、まあ、自分の投球もできています。なので次もしっかり投げて3連勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい。